はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回はデートの決断法パップキット続きをプレイしていきたいと思います。で今回はですね、ちょっと前回最後に次はこの希望法を取りたい話をしたと思うんですが、その目的は、イギリス軍のね、鉄の供給源を断ちたいという思いがあったんですけど、ドイツがかなり追い込まれているなという感じがするので、ドイツの支援のために地中海方面に艦隊を出したいと思います。なのでまずマダガスカルに入っている艦隊ですね、主力の艦隊、これを一応航海、ここで、イギリス海軍を叩くということになります。で一方アラビア海に入っている艦隊ですね、これに関しては、マダガスカルの防衛のためにアラビア海からマダガスカルへと艦隊を移動してもらいます。ここはもう完全に防衛するための艦隊ですね。まあ大ダメージを与えているので、そうそう敵の艦隊がマダガスカルにすぐ攻め寄せるということはないという想定です。では時間を進めていきましょう。ドーバー海峡が取れないんだよね、ドイツはね。防空巡洋艦ができましたね。まあ対空攻撃力 A、まあ、対艦攻撃力は B ですけど、まあ、なんといってもこれは防空艦ですからね、プラス敵の潜水艦に対しては爆雷の投下も可能というところです。でマダガスカルをダッシュしたので、ここで臨中さん1万3000が入ってきますね。さあ次は航海にします。でまずマダガスカル沖は、敵の艦隊がいるね。しかもかなりの大規模な艦隊だな。どうする、この艦隊が次マダガスカルに侵入してきた場合、いやー マダガスカルが支えられるのかって話だな。まあしょうがないね、マダガスカルは原油戦力でこらえるしかない。空母を一隻をこっち、もう一隻をあっちみたいな形にする、それともちょっとここって結構分かれ目になるかなと思うんですけど、そしたら地中海がどうなってるかだな。航空機、いやここは第6艦隊をマダガスカルに戻しましょう。で、代わりに第3艦隊は一旦ここで過ごします。アラビア海で休養で、代わりにマダガスカルにいる、この軽空母が入っている第5艦隊をアラビア海に戻す。ちょっとこの判断がどう出るかわからないですけどね。では航空機の生産に入ります。まずは虹の戦闘機護衛機をちょっとプラスで作りましょうか。60機で、あとはですね、虹の重爆、爆撃、この辺りを数としてはそれなりの数作っていきましょう。
で、あとは再三話している防空艦ですね。これをまあ空母1隻に対して3隻ぐらいの防空艦の割合としては欲しいなと思ってるんで、空母がねこの後続々と完成してくることを考えると、もうありったけの鉄を突っ込んじゃえという感じですね。もう空母の周りはこの防空艦で固めるというイメージです。これがね本当に裏目に出てしまう局面というのもあるとは思うんですけど、それは航空機の発展が叶えば、雨だろうが夜だろうが出撃可能ということになれば、だいぶその辺りもね、変わってくるんじゃないかなとは思います。では兵器開発から入ります。おっと金がないか。技術開発もそうなるとちょっと航空レベルだけかな。ちょっと迂闊にも金を使いすぎましたね。まあ、ドイツからまた金を引き出しましょう。ではこれでターンを進めます。敵連合艦隊マダガスカルに進攻。危なかったね。この第6艦隊を派遣して正解だったな。第6艦隊がいなかったらマダガスカル防衛できなかったかもしれない。了解。了解。了解。さてあとは偵察機を飛ばしましょう。どっから進行してくるか。敵の偵察機が飛んでるが、偵察機が戻るその先に敵の艦隊がいる。この辺りに偵察機がいるはずだ。いや、偵察機が戻ったんで敵の艦隊がいるはずだ。もうすでに敵の偵察機に味方の艦隊は発見されてますね。ちょっと高速で離脱させた方がいいな。うわっ、もう敵の爆撃機が飛んでるじゃないか。全部外れてくれたからいいけどさ。ちょっと待ってね、味方の索敵がちょっとちゃんとなってないな。了解。
了解了解。よし、ようやく敵の方発見したね。敵の空母がいる。先に空母に攻撃を仕掛けるべきだった。軽空母、軽空母、軽空母、軽空母。この数、4隻確認。さらに敵の戦艦部隊、戦艦が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10隻、巡洋戦艦を含めて10隻。いやー、これはきついね。先に敵の空母を沈めたいね。駆逐艦は沈んでもしょうがないという覚悟で進行してもらうしかないだ。敵の空母を仕留めたいね。軽空母4隻。空間部隊はちょっと厳しいかな。敵はかなりの数の直縁がいますね。直縁の数がかなり多いな。敵もそれなりにちゃんと防空対策っていう意味では護衛艦というよりかは直縁の数を増やしていきますね。空母部隊にダメージは出てないけど、直縁の数が多すぎる。正規空母が一隻混ざってるな。軽空母だけじゃなくて、いや直縁の数が多すぎる。敵空母部隊は一旦北へ避難します。了解。大丈夫か。ちょっともたついてるけど。了解。
夜のうちに敵の戦艦部隊と遭遇するのは避けたいんですよね、やっぱり。いや、この第6艦隊の航空隊はかなり損傷したな。攻撃機はほぼ全滅したな。敵の正規空母だけは沈めたいね。まだ早い。敵の空母を発見するまで我慢しよう。必ず敵の空母がいるはずだ。ただ敵の空母は遠そうだな。しょうがない。先に戦艦部隊に攻撃を仕掛けるか。直縁がいない間に団子になってる。あそこに集中砲火だな。平均してもイギリス軍の戦略というか戦術、今回は空母に攻撃隊をあまり乗せずに本当に直縁の部隊ですね。防空を、まあ、専門というか防空に特化した布陣で来てましたね。味方の攻撃隊、航空隊がボロボロにされましたね。殴り合いという状態が続いているけど、敵の戦艦部隊に駆逐艦部隊が殴り込みをかけるのは危険なので、ちょっと一旦退避しましょう。いやー、マダガスカルだったか。それにしてもイギリス海軍侮ってましたね。ここまでの力がまだあったか。さて、敵の方は空母も接近してくる様子があるね。
と待ってくれ、これまずいね。このまま行くと勝ち合うな。了解。戦艦部隊と勝ち合うぞ。了解。まずいまずい、本当にまずい。空母部隊がやられるのだけは避けなきゃいけないので、ここは駆逐艦部隊に突撃を仕掛けてもらうしかないだ。空母を逃がすための駆逐艦だな、本当に。とりあえず空母は逃がすことができそうですね。後手後手に回るな、今回はことごとく。直縁がお互いに出てるということは空母が近くにいるね。いたいた。ただ敵の方は正規空母、これがいなくなってるけど、軽空母に関しては2隻は甲板大破させてるんで、このままいけば航空戦力では圧倒的に有利に立てるね。軽空母リヴァイアさんっていう名前はかっこいいけどね。
敵の直撃機がかなり優秀だったな今回はね。それによって味方の航空隊に大ダメージが出た。あとは敵の戦艦が予想以上に多かったですね。それによって味方の駆逐艦部隊が壊滅したので、これで敵の空母部隊は追いやりましたね。あとは戦艦部隊がどこに住んでるかだな。戦艦部隊と勝ち合うのだけは避けたいので、ちゃんと偵察を出してしっかり敵の場所を確認しておきたい。了解。雲っていう感じだね。第7、第16両艦隊が壊滅。敵の方はというと、空母3隻を使用不可に追い込んだというところかな。ただ敵のイギリス軍のダメージも甚大なものにはなっているとは思います。よし、洋上基地型空母、これが完成したので即対イギリス方面の戦線に投入しましょう。はい、ではですね、今回はちょっと一旦じゃここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きプレイをしていきたいと思います。まずは何といっても、このね、航海、ここにイギリス軍3個艦隊入ってるんですけど、これいずれも中破大破損傷が激しい艦隊になってるようなんで、これをですね、味方のこの第3、第4、第5艦隊で潰しにかかりましょう。でマダガスカルの方は艦隊をちょっと再編して第6艦隊1艦体制になるんですけど、ちょっとこれはしょうがないかな。で忘れないうちにもうゴリゴリにすり減らされた味方の航空隊ですね、これの増強はしっかりやっておきましょう。またいつ敵が攻め寄せてくるとも限らないので、さっきの戦いで敵の直縁がいっぱいいると歯が立たないなというのがよーく分かりましたね。ただドイツの支援をやっぱりしてあげないとドイツが先に潰れちゃうかなという危険があるので、そこはしっかりフォローをしてあげます。であとはですね、バカみたいというところにはなるんですけど、まず技術開発、お金はそれなりにあるんで厚めに入れて、兵器開発は新兵器、これ水上レーダー入れちゃいましょう。で物資援助は鉄をドイツに差し上げます。で浄化活動はとりあえずはいいかな、大丈夫そうですね。パッと見は。では航空機の生産に入ります。この後入り予定の
洋上基地型の空母、これにまとまった数が必要になるので、そのための生産ですね。じゃあ艦隊を作っていきます。新編成で第8艦隊に洋上基地型空母、さらに従順の2隻は配備しましょう。で残りは防空艦で固めます。いやだいぶ立派な艦隊になったね。でここにしっかりと艦載機を150機、いやー心強いわ。相当な規模の艦隊になるね。じゃあこの第7艦隊ですね、第7艦隊は早々に海へ進出、3週間かかると。で第15艦隊だね。この第15艦隊は改装しちゃいましょう。で、残りはやっぱりどうでしょう、数が足りていない、明らかに数が足りないのが護衛艦になるので、従順2隻これを作りましょうか。まあ砲撃戦もこなせるっていうところかな、ポイントは。で残りは防空艦ですね。さっき作った基地型洋上空母4隻の艦隊、あれがどれくらい働けるかっていうのをちょっと見たい気もするんですけどね。それを見てから新たに生産に入ると時間がかかりすぎちゃうので、どうしてもね先行して作らざるを得ないというところがあるので、まあ、活躍してくれることに期待しましょう。この洋上基地型空母、提督は乗っていない人がいれば乗せたいけど全員乗ってるんだよね。はい、ではいい時間になりましたので、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回またこの次をプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。